YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。チャイルドフットです。お久しぶりです。お久しぶりです。いやー、皆さんも長らくお待たせしました。まあ、最新の動画がね、花見の動画上がってると思うんですけど、まあ、あれ上がってから多分 2,3 週間もっとかかってるかもしれないんで、なんでこんだけチャイルドフット動画上げられなかったかと言いますと、一つは僕が結構仕事が忙しくなったのと、あとはこれが一番の今日の動画のサムネイルとタイトルにもある通り、僕が新居に引っ越しました。一番のっていうか、もうほぼそれだろ。そうです。その準備だったり、まあでもあと本当にちょうど仕事も忙しくなって、休みもほとんどないんで、その中での新居引っ越し手続きしたりとか、だからここももう退去日が実は決まってて、今実は周り何もないです。だからこの後ろのね、これだけ、ここのぬいぐるみたちももういないんで、そしてこのソファーもいつあっちに行くのか分かんないですが、本当に今何もない状態での撮影となります。でちょうど2年契約更新して3年目の何ヶ月かに突入したところなんですけど、なんでこのタイミングで引っ越しするかと言いますと、まあ、2つぐらい理由がありまして、1つは、まあ、単純に一人暮らしするのに、結構サブチャンでも上がってるんですよ、部屋数多いんですよ。まずそんないらないなと思う。で家賃もまあ他の家に比べたら安い方だけど、一人暮らしとしては部屋数多いのに家賃もそれだけあるって言ったらちょっともったいないなってことで、普通のワンルームと、まあ、キッチンがあるところに引っ越したんで、コスト軽減。一気に田舎に行くとかってあるんだけど、まあ今よりも田舎なんじゃない。そしたら別にさ、家賃は今と同じぐらいでもさ、広いところに行けるんじゃないの。あ、だから同じ間取りだったら稼ぎじゃない。あー、なるほどね。でもさらに部屋数も減らしたから、どこまで下げんだよ。近日、まあ、新居紹介も渡したいと思うので、ぜひお待ちください。自分が納得したらいいんじゃないの。はい。で2つ目、これもちょっとまあ僕の新たな試み、挑戦としまして、まあ、夢に向かってきます。あ、引っ越そうかなってどういうこと。まあ、トランキーロ8000だよですね。まあ大きなね、理由はこの2つかなと。で、まあこれでじゃあ皆さん次新居でお会いしましょうだともうつまんないんで、久しぶりにまあ動画も撮影したんで、この空間、まあ、僕の家、この部屋でもいいですし他の部屋でもいいんですけど、この家で撮った思い出振り返ろうかなと。撮影の1つ2つ挙げるとしたら、一番最初にこの部屋に引っ越してきて撮ったのがユウトのホワイトデーチョコ作ってみた。1本目ちゃうの。そう、チャイルドフットとしての動画撮影1本目がユウと僕でのホワイトデーチョコ作ってみた。そっちのキッチンでやって、最後紹介をここでやったっていう。でその時に多分まだ机がないんでトイレットペーパーでみたいなくだり言ってるの。そう、それぐらい本当にまだ引っ越したばっかりの時。逆に何もない状態の時ね。ソファーだけあった。今よりいいじゃないか。そう、その今多分映ってないと思うけど、ちょうど下のカーペットもない。何もない本当に。だそれが一番最初に撮った撮影の思い出っていうので一個あるのと、で3人で撮ったやつが確かアハ体験か、どこが画像をどんどん見てて変わっていくやつか、パーセントバルーン、ネプリーグで流行ってるあの何パーセントでしょうって当てるやつ、それを3人で撮ったのが一番最初。だそれが一番思い出に残ってるかな。パーセントバルーン初めてやった時に、チャイルドフットでも初罰ゲームやったんだ。上げた順番は分かんないけど、多分同日撮影で。え、そうだっけ、うん、だから分かんないんじゃない。服装は変えたのか。分かんない覚えてないよ。ちゃんとその日何本撮りって忘れちゃいましたけど、もしかしたら何本撮りだったら TPO 分けまいて服装をそろそろ変えてたかもしれないです、うん。まあ、僕はだからまあアハ体験パーセントバルーンとか2人で撮ったホワイトデーチョコ作ってみた、うん、が思い出ですね。どっちも1本目1本目なんですか。そうだね。で逆にツトンはここでの思い出、あれだね、なぜやったか今でも俺は分かってない。カズキが急に言い始めた、なんか寸劇みたいな、おおおおほら、そう、殺人みたいな。ああ、はいはい、あれめっちゃ人気だぞそうか、そう、いやだ、人気だったらもっとやってもいいけど、なぜか あれで終わってるやん。いや違うんだよ、あれも実は時間がない中やったから、あのもうこれも言っちゃいます、近日はパテやります夏に向けてやります。また第2章新居でやりたいと思います。新居でやるの。俺あれはだってこの部屋数があるから移動できるから。いや大丈夫大丈夫、別にどこでもできますあのネタさえあればどんな撮り方でもできるんだ。けどこの場面場面でさ、あ、じゃあベッドのとこ、これキッチンとか使えたやん。お前ワンルームでやったらもう全部同じだろでも確かに全部使った撮影っていうのでいい思い出で、うん、あとサッカーの試合かな。あー、ブルー飲んだ、はい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 、それきっかけでやっとさ、M氏とそのサッカーの試合見るときも、うちにそもそもブルーないから、ああ。
まあ、そのブルーつながりでそれを企画としてやろうっていう。だからそれやるって時はこっちに来てたから、一番最初のコラボがストームんちでユーも行った時にビクトリアマイル競馬の、あ、競馬ね、そう、本当に一番最初それじゃん。1年後にうちでリモートコラボしながらテレビ観戦しましょうっていうのがやっとさんと初だもん、うん、ワールドカップの時だけめっちゃ騒ぐからっつって、あ、そうだね、ストーム1行ったな確かにあれもいい思い出だな。リモートしながら同じテレビでサッカー観戦しましょうっていうので、うん、なかなか新鮮味があってよかったし、まあそんな感じかな。今回の動画は、まあ、僕が引っ越しましたという動画で、うん、なのでまたどんどん新居でのね撮影もしていけたら思うので、結構外企画が多い中で意外とこれ本当にコメントもらってるんですけど、家の中での企画撮影も好きらしい人いる。だから外で大きな企画やるのも好きであれば、中でそれこそアハ体験だ、パーセントバルーンだ、オーラーだ、イミコワだ、うん、サイコパス診断だとか、なんかゲーム的なのを2人でやるっていうのも見たい人いると思うから、まあ、またねちょっと昔のテイストをねお届けできればと思うのでお待ちください。はい、ということで今回はこれぐらいにしますか。では、和樹新居での暮らし頑張れようと思った人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では本当にこの新居でのサラバを、あ、そうだね、いいじゃないですか、はい、では行きたいと思います。せーの、新居サラバありがとう2年間。存分に一日楽しんでください、はい、ただ楽しむだけだと面白くないんで一生やるどの T シャツ選ぶんですか、そのさ。いや、今二択、ウェスタンリバー鉄道来ました。行ったんだ、乗ったんだったらどうせならここ来ようっていうね、はい、流れ。ここがダンスパーク。